はい、どうも、コウマです。この度、コウマの初見ゲーム実況、チャンネル登録がググしゃ言えてない。この度、コウマの初見ゲーム実況、チャンネル登録者数が1万人を突破したということで、直接お礼を言いたくて、出てしまいました。皆さん、いつも応援、どうもありがとうございます。コウマの初見ゲーム実況ですね、一番最初は、プレイステーション4についている機能で、ブロードキャスト機能ってあるじゃないですか。あれを、試しに面白そうだなと思ってやったのが最初で、風の旅人っていうゲームを最初ゲーム実況して、ただその時はめっちゃボソボソ声でね、誰が見るんだこんなのみたいなのだったんで、まあ視聴回数も10回ぐらいだったんですけども、まあそれから、2年半ですかね、最初に実況したのが2016年だったので、ね、2年半、今やって登録者数1万人を突破できたということで、あとちょうど、チャンネルの総視聴再生回数も300万回。に、なりましたということで、キリのいいところだったので、まあ、その2年半の私の奇跡というかですね、恥をですね、私の副音声解説とともに皆様と見ていきたいなと思っております。ではどうぞ。このゲーム、プラントバーサスガーデン。はい、一番最初に実況したゲーム、さっき風の旅人って言ったんですけど、このゲームでしたね。バーサスプランツバーサスゾンビーガーデンウォーフェア。これが FPS TPS ですね。今 FPS って言ったけど、サードパーソンシューティングで自分のキャラの姿を後ろから見ながら、打ち合うゲームですね。相手を、すごいボソボソ喋って元気ないよね。なんか嫌なことあったのって感じだよね。これね、あまりにもこの実況がね、拙すぎたので、今、非公開にしてます。皆さん見れないんですね、チャンネル上で。なので今、だいぶこのレアな感じでお送りしておりますけれども、誰得レアだよね。で残り時間今3分10秒、ね、一生懸命ゲームシステムを解説しておりますが、全部紫にならずに守り抜けば実況しながらゲームをプレイするっていうのはほとんど経験なかったんで、ゲームプレイも拙いし喋りも拙いっていうね、悲しい状況になっておりますな。重要ですよね、こういう FPS。 まあここから私の実況人生が始まったわけでございます。ゾンビが来て逃げちゃいましたね。あ、ここはい、これが次に実況した風の旅人ですね。ってこと、このゲームはね、グラフィックがすごい綺麗なんだよね。あ、一応ん減る減ってるよね。まだボソボソつぶやいてるね。全然喋んないしね。もうちょっと喋っていこうか。ね、元気出していこう。あれ、お仲間はどこへ、どちらへ行かれましたか？ああ、そうそう、これね、マルチプレイなんですよね。全く知らない人が勝手にこの自分のプレイ中のゲームに入ってくるみたいな。強制マッチングみたいな感じなんだよね。ああ、いいね。さっきの吹雪から一転して、綺麗に晴れたね。あ、先行けて。ちなみにこのゲームは、これも非公開かな、今、確か。公開してないですね。実況下手だから。今でも上手くはないけどね。なんかそっちにある？そしてこれが、ローグレガシーっていうゲーム、アクションゲームですね。このゲームはね、なんか知らないんだけどね、すげえ気合い入れてこのオープニングを作りましたね。めっちゃ頑張った記憶があるわ。まあ全然再生回数には影響なかったんですけどね。ローグレガシーね、アクションゲームなんですけど、一度死ぬと次に入った時にプレイした時にマップが、前回とガラッと変わる、ランダムで変わるっていうね、不思議のダンジョン系の要素を持ったアクションゲームなんですよね。これは今でも私のチャンネルの方、過去動画で見ることができますので、興味があったらぜひ見てください。ストアの方でですね、インディーズゲームとして、発売されている、確か2000かな、まだ硬いね、声も低いし硬いね、見た目通りの横スクロールアクションゲームなんですけれども。はい、どうもどうも、コマです。はい、今日はですね、任天堂スイッチ、これはスイッチを買った発売日当日に実況したゼルダの伝説ブレスオブザワイルド、ゼルダの伝説ですね、ブレスオブザワイルド、こちらを買ったので、ちょっと硬さが取れてきてるかな。若干ね、でもまだテンション低いですね。このゲームね、やってる時ね、めっちゃ喉の調子悪くて、
ほら、咳してるでしょ。あのね、インフルエンザがなんかかかって、熱は下がったんだけど、喉の調子がすげえ悪い状態でこれ実況してたんですよね。で、この後どんどん悪化して、パート2か3ぐらいからね、次のアップするまで、2、3週間ぐらい空いちゃったんだよね。パンパンって言ったけど。やっぱね、実況者にとってね、咳はもう大敵なんで、あれに会いに行けたからね、ちょっとそれ以降ね、喉の調子にはすごい気をつけるようになりましたね。いいね、穴が光ってる。まあ、それでも痛めますけどね。木の枝、どこにでも落ちていそうな木の枝だが、振り回すのにやっぱりテンションが低い。バランス装備すれば武器として使える。へえ。今日もゼルダは、ゼルダはね、合計136パートまでやりましたね。はい、いよいよハイラル城へ、攻め込みたいと思います。うん、ちょっとなんかやっぱり少しあの硬さが取れてきて、今のスタイルに近くなってはきている。今ちょっといるのリバーサイド馬宿なんですけど、まだでもちょっとボソって感じの、ね、テンションがあんまり高くないですね。でもね、あのこのゼルダあたりからね、結構皆さんにいろんな方に見てもらえるようになってきて、あの実況に手応えを感じ始めた時期でしたね。これね、聞いてみよう。はい、こんにちは、こんばんは、コウマです。今日は あったね、謎解きメールなんてね、シリーズゲームなんですかね、これ。すごい箸休め的にちょっとね、あのゼルダが大作だったんで、形式のちょっと簡単にサクッとプレイできるゲームっていうのをやりましたね。ミニゲーム集みたいな感じの買ってみました。ボールペンで、そうそう、こんな感じでね、クイズがイラストだったり文字だったりでいろいろ出るんですけど、ボールペンこれパッとわかる？真ん中空いてる意味がわからない。これね、すげえ苦しんだんだよ、確か俺。ボールペン。すごいテロップもね、頑張って作ろうとしてるところが見えますね。ヒント1個もらいましょうか。で、ヒントも出せるんだよね。絵の具でペンがつくものは何？あ、頭きた。縮小。自分の見て笑うのもちょっとあれなんだけど。これやはり？これひどいよね。ペンが半分だから？だいぶでもあれだね、あのリアクションも砕けてきてるね。そう、うん、今のあのスタイルの基本がちょっとできてる気がしますね。あ、これ辛いな。2回僕を投げてみて。スーパーマリオオデッセイ、これもね、実況実はしてたんですね。ただね、やっぱりね、これだけのビッグタイトルになるとね、有名なね、大物実況者さんたちがね、こぞってこのゲームやるんでね、全然誰も見てくんねえかった。お、再生回数やばいことなってんじゃないかな。へえ。でもその割にね、頑張ってパート33ぐらいまでやりましたね。頑張ったな俺。これこの木の箱とかね、だってあれだよ、1動画あたり視聴回数100回とかだからね。一発じゃいかないか。頑張りきりました。ゲームはね、当然めちゃめちゃ面白かったっす。あ、ここにもあるじゃん。始まんねえな。はい、こんにちは、こんばんは。始まった、始まった。今日から、ニンテンドースイッチの RPG、ゼノブレード2の実況をしていきたいと思います。うん、ゼノブレ2ね。ゼノブレード1、これがね、マリオをやりながら、冒険してる感が半端ない。個人的に遊びたかったんで、マリオと並行して実況を始めたんですけど、超期待してます。これがね、面白かったんですよね。そして、このゼノブレード2の実況パート1、この動画が、私のチャンネルで初めて1万再生いった動画じゃないかな、もしかして。確かそうだった気がするな。行くと、お、任天堂。こんにちは、こんばんは、コウマです。今日もゼノブレード2実況続きやっていきたいと思います。テンション高くなってきたね。いいよいいよ。今と同じぐらいのテンションになりましたね、やっと。どんどん登っていきましょう。ちょっとね、この時はまだね、あの最初の挨拶が少し違ったんですよね。どうでもいいけど、こんにちは、こんばんは、コウマですって言ってましたね。ちょっと長い。今、はいどうもーですからね。なんかあれかな、やっぱり挨拶もこう、自分独自の挨拶にした方がいいんだろうか。第7外郭連絡通路。なんか挨拶いいのがあれば、教えてください。カービィもやりましたね。
これも難しかったんだよな。今回はですね、ニンテンドースイッチで、あ、いいねいいね、今のスタイルになってますね。こちら実況プレイしていきたいと思います。今よりもちょっとテンション高いぐらいな気もするけれども。はい、これ私ね、あの人生初カービィだったんだよね。最初めっちゃ舐めて、子供向けのゲームでしょと思ってたけれども、やったらめっちゃ難しかったね。はい、どうも、コーバです。はい、で、これがシティーズスカイラインズ、皆さんご存知の、街開発シミュレーションゲームですね。いやー、このね、実況してなかったら多分今でも全然チャンネル登録者数は増えてなくて、再生回数も、あまり変わってなかったんじゃないかなと。いうぐらい私の実況人生をこう変えたゲーム人生とか言っちゃってるけど、変えたゲームですね。まさかね、これ始めた頃はこんなに皆さんにね見てもらえるようになるとは思ってなかったのでね。日本風はないのね。うん、もう実況スタイルもねすっかり今と同じような感じにねなってますね。これはもうね、まあ去年だっけ、これ2018年、うん、じゃあ3月とかだったかな、確か。あ、これ好きね、あの発売されてすぐにプレイを始めたんですけれども、はい、それが今でもね、こんな1年以上経ってまだやってるともね思わなかったんだよね。いや、でもまだまだいろいろね遊べるんで、まだアップデートもかかってますからね。これからも実況は、このゲームは実況続けていきたいと思ってます。自分の興味が尽きるまではね、ずっとやり続けようと思っております。全マイルストーン会場で、これ確かなんか他にもねいっぱい、あのゲームタイトル、ここではね今紹介しませんでしたけれども、いっぱいやってるので、よければあのチャンネルのね再生リストとか、あと過去動画とかね、そのあたりあの漁って見てもらえると、私のテンションがだんだんこう上がっていくところがね、見れると思いますので、ぜひ見てください。水施設は常に取水施設より下流に設置しましょう。はい、ということで、まあ実況してきましたね。やっぱね、ゲーム実況はね非常に楽しい。皆さんとねゲームのこの感動を共有できる、面白さを共有できるっていうところがね、もう最高に楽しい娯楽なので、これからも皆さんとよろしくお付き合いいただいて、動画をアップできればなぁと思っております。メガネ曇るな。今後もね、いろいろ楽しいゲームはいっぱいあるんですけれどもね、ちょっと時間がね、なかなか取れなくてね、まあ、社会人ゲーム実況者あるあるだと思うんですけれども、まあ、ちょっとペースはね、動画のアップペースは少し遅いかもしれませんけれども、まだこいつアップしねえのかと思いながらも、やれやれという感じでお付き合いいただければ幸いでございます。メガネ曇る。はい、ということで、今後もコーマの初見ゲーム実況、どうぞよろしくお願いいたします。よければチャンネル登録、また動画の高評価お願いします。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方お願いします。動画概要欄、ここから、ここ合ってる？指が揃ってない。ここら辺。これやってみたかったんだよね。はい、お願いいたします。ではまた次回のゲーム実況でお会いしましょう。これからもどうぞよろしくお願いします。バイバイ。